中村武史のサンキューチャンネル。あ、現地は京都やろ。京都です、京都です。全然挨拶来てくれないですけどね。大先輩ね。京都どこ住んでるの、武史は。僕ですか。うん、家をしないです。もう桂川に向かってこういつも石打ってましたよ。そういうど田舎だったので。サンキュー。僕の先輩韓国でも一応指導してたので、やっぱりレベルは申し訳ないですけど年間戦ったら絶対日本負けることないですよね。ないな。ないですよね。100%ないな。単発的やったらね、分かんないですけど、なんていうかな、1チームに1人ぐらいはいいの。1人ですよね。だからそれを寄せ集めてナチュラルチーム組むから日本といい試合ができる、うん、でもじゃあ韓国リーグで優勝したチームを次のシーズン日本のリーグに放り込んだら、うん、多分最下位やな。教えてもらってないよな、野球を。あとはやっぱ変化球投げたら打てないですよ、単純に。あとインサイド、はい、うん、速さには結構対応パワーね、進みますけど、うん、変化球見せられたら、まあ、ものの見事に少年野球ぐらいになるので、うんうん、メンタルが弱いね、うん、メンタルは。体はごつくて、うん、まあ飯はよう食うし、うん、ウエイトトレーニング大好きやし、プロレスラーみたいな感じです。まあ、その中でも、まあ、僕と先輩というかね、一応優勝してなおかつ韓国でシリーズ勝ち取ったんですけどいや、嫌やったな。まあまあ、でもまさか優勝できると思えなかったな。でも周りはもう絶対優勝すると分かってたらしいですよ。なんかヘッドコーチが自転車買うてヘッドコーチ仲良かって、たけし自転車でこれから球場買うよとか言ってジョレットヘッドとタケシと3人じゃない、川沿いね、川沿いを試合終わった後勝負早いんすよ、またヘッドコーチが一番早かったです。結果的にはいい経験させてもらいます、ね、僕はあのキャッチャー教えてたので、その中でもキャッチャーが一番レベル低いですよ、どこの球団も、うん、低いな。一人まあちょっとね、うん、まあそこっていう、うん、申し訳ないぐらいレベルが低かったです、キャッチャー。要するにボールが取れないと、ちゃんと取れないとまずちゃんと投げれないですよ。ここ基本ですよ。ちゃんと投げたかったらしっかりボールをちゃんと取らないで、芯で取らないで、ちゃんとだってミットの中でボールがぐらぐら動いちゃうと逃げれないですよね。まず試合時間も長いんですよ。フォアボール多いから。エースピッチャーが投げたらそこそこいいんですけど、もうエースがどっちかノックアウトされたら2番手以降がこれはまたすごいピッチャー出てくるんですよ。フォアボールばっかり。それからフォアボール10個ぐらい出しますからね。スコアボード見てても、うん、点数の横にフォアボールの数出てくるやん。もう10個とか15個とか当たり前やもん。なあ、4時間半ぐらいやってるないと思う。まあなかったですかね。まあ3時間で終わることはないです。絶対に。やっぱりピッチャーがあれだし。で、すぐ中心勝負しな。すぐ。一回何やったっけな、あの、黄砂。黄砂。黄砂の、あの数値がなんか あるんですよね。あるん、はい、でそれ以上行ったら中止ないし、はい、そんな聞いたことないことがあと夏ね、気温が上がると暑いと中止ただ寒いの中止ないですよ。でも1回ありましたよね。マイナスマイナス2度か3度になってオープン戦ですけどね、それでもまだ半袖で投げるやつがいるからすごいですよ、はい、でも過ごしやすいよな、気候的にはな。慣れたらもういいですよ。夏はな、そんな暑くないし、まあ、食べ物もね、慣れりゃ食べれますし、みんなよくしてくれますし、優しいよな。ただね、一個と野球打たせろ守らせろってなるとね、それはもうなかなか大変なことでありまして、まあでも逆に変なもんがキャッチャーで言うと変な知識がついてないので、もうパッて普通に行っただけでなんかすごい不思議があって、うわうわって。だから教えてたらやっぱりそういうこと言われたことないから、すごい新鮮なんでしょうね、彼らからしたら。で一回やってみようかなとか、うん、それで結構熱心に教えるじゃないですか、うんうん、向こうのコーチってあんまり熱心に教えないんですよ。監督以外でやんないですよ。監督だすぐ分かるんだ。そうそう、監督だガーってこうやるんですよ。監督だけはもうその時期で、で我々はもう日本でそのアマチュアがずっとね、まあ、ああいう時期に育てると、まあまあやりだしたらね、意外と止まんないところもあるし、まあ何ですか、教え方もね、もう小学生レベルがこう上げてきて、できないものをはいやりなさいって言ってもできないものはできないですからね。一つクリア、一つクリア、一つクリアしてて、まあ、そこだから何人かは育ちましたよね、うん、でもまあその後全然ね、あれでもさ、ダメで、あと1個勝ったら優勝やとか言って、はいはい、でその前の初戦大敗したから、はい、次2試合、はい、2日で、で武志と2人でもこれあかんで、これ負けるねとか言って、ここで勝ったのよ、うん、その日、うん、ほんでホテル帰ってな、うん、あの優勝して乾杯やとか言って、うん、あれだけやったよな、
たけしが優勝してこんなもんですかとか言って、だってなんかだって何もあんま派手なことがなく、うん、ただ価値があるのはその韓国シリーズがシーズン優勝はどっちかというと2割ぐらいですよ、うん、あの価値があるのは。韓国は10チームあって5チームまで権利があって、で5チームと4チームで勝ったチームが3位であって勝ったチームが2位であって、で最後1位のチームなんですけど、まあ約1ヶ月ぐらいかかるんですよ1位だと。じゃあ伊藤さん、もしもし、ブンブンハロー YouTube、 もう韓国では指導とかも絶対したくないですか。いやでも面白かったから、はい、もうあと1回ぐらい行きたいなって。で僕はね、まあ話があるとかないと思うんですけど、やっぱりなんか日本で教えるより韓国で教えるのがすごい楽しいですよ、うん、お互いやり合いがあるので。日本の選手はいい意味でもう出来上がってるので、プロ野球入ってくる選手は、まあ、アマチュアからね鍛えられてきてるので、だから行きたいよな、またな、うん、また話しようか、ちょっと、うん、食事美味しいし、まあ食事でようになってたけどどうも YouTuber です。野球はね、まあ球場はね金曜日土曜日ぐらいしか入らないんですけど、まだ結構ガラガラなんですけど、まあ一日中テレビは流してるんですよ。もう24時間ずっと野球の番組が流してて、こう踊るチアリーダーとかいて、その人たちも可愛い子もいるし、結構迫力があるんですよ。あ、まあ台湾より韓国を指しちゃうね、うん、いやーどうなんですかね、あのチアリーダーちゅうの。あ、わかんないっす、うん、日本の社会人野球じゃないですか。まあな、うん、年下い子やな、はい、うん、球場もねポツポツと立派な球場になってきて、ね、環境も良くなってるし、あれバス移動も楽やったよな。楽ですよね、慣れればね、慣れたら物価も安いし、そんな込み入ったもんはね日本みたいにそんなないんですけど。何が一番うまかったの韓国料理？チキンです。やっぱりチキン、チキン余ってたもんな。フライドチキンは美味しい。全然日本とちゃいますよ、うん、俺もようハマったあれやな、うん、そのあれは毎日でもまあね、もうすぐ8キロぐらい太りましたけどあとはスープ系が美味しいですよね、やっぱりチゲとかな、うんうん、あんま辛いのはねちょっと体質変わってダメなんですけど、あっさりスープとかねむちゃくちゃ辛いじゃないですよね、イメージよりは。ないな、あの色はもう真っ赤なんですけど、から中華も美味しかったよ、ジャジャー麺とか、うん、やっぱりちょっと苦手なのは生魚とか生魚のお肉とかね。肉はでも日本の方が美味しいな。美味しい、うん、料理の仕方ですかね、うん、あんまり込み入った料理がないですよね。どんどんどんでね、塩つけろ何つけろ食えって食べる。そうそう、さらにおかげ一番ちょっと困ったのはやっぱりあの刺身ケースをね、うん、こう包まれて。俺あれあかんかった、うなぎ。あ、うなぎですか、うん、僕うなぎのタレ日本から持って行ってたから。あ、うなぎもね、なんかこんな太いですよね、うん、で、変なタレつけてこないな、うん、あれな、幅巻いてで、わさびもね、なんかいまいちだし色がおかしいよな。でうなぎは基本好きだったので、まあ日本からうなぎのタレも。お前ぬたうなぎ食べた？ぬたうなぎ、あ、食べました。あれうまかった。あれどうやって食べましたかね。なんか鉄板の上で焼いて食ってたよね。なんか通訳がぬたうなぎって何やとか言って、聞いたことないなとか言って検索して見せてくれたんですよ。こんなのお前食えたもんじゃない。あ、でも僕結構食ってますよ。あ、そう、はい、なんか化け物みたいな顔してた、はいはいはい、ちょっと小さい細いね。そうあの食感は良かったですね。あ、そう、はい、食べれないものは結構ありますよね。ちょっと勘弁してくれ、うん、っていうのはまああるんですけど、でも基本的に美味しいよね。美味しい、うん、薄味で自分でお塩を入れなさい、ね、あんま醤油とか使わないので、お塩と唐辛子とコチュジャンとお味噌がベースなので、うん、お前味噌好きよ。味噌好きです。あ、何でもつけて、パン、食パンにつけても美味しかった、まあ、キムチも美味しかったし、うん、食べ物はね全然問題ないので。どうも YouTuber です。韓国またもう一度行きたいですね、一緒にまた、たけしと野球でも遊びでも行きたいです、はいはい、今日長い時間ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。ツイッター、インスタもよろしくお願いします。